カウアイ軍はアメリカ合衆国ハワイ州の軍である。軍域はカウアイ島、ニーハウ島、レフア島、カウラ島で構成されている。2010年国勢調査での人口は67,091人である。軍庁所在地はリフエである。カパーショート試験はカウアイ軍全体を含んでいる。ジェームズ・クックは第3回航海の途中でハワイ諸島に到達し、 1778年1月20日に、カウアイ島のワイメアに初上陸した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1266.37平方マイルであり、この内陸地は622.44平方マイル、水域は643.93平方マイルで、水域率は50.85%である。太平洋に囲まれている。 カウアイ軍は軍長、軍政委員会方式を採用している。行政権は4年任期で無党派選挙で選ばれる軍長にある。立法権は7人の委員による軍政委員会にある。委員はすべて2年任期であり、軍全体を選挙区とする無党派選挙で選出されている。ワイメアにあるジェームズ・クック船長の銅像以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 夏季の町は、プーワイを除いて、国勢調査指定地域であり、法人カトシはない。カパーの人口は1万699人で、最大である。その他の町は、人口2000人から3000人くらいのものが多い。2010年度カウアイ軍包括的財政、報告書によると、政府以外の軍内主要雇用主従は、可表の通りである。カウアイ島へのアクセスには、 岐阜へ空港がある。ありがとうございます。